感じですね。どうもたくさんでございます。今日がですね2024年の1月の31日、月末ですね。で時間の方が今、早朝4時半ですね。でこれから釣りに行くんですけども、今日は藤原から出ております、リアルオベーションジグヒットマン、これ の第3弾目、収録しようかなって突如決めたんですけど、この間ですね 2,3 日前にとあるアングラさんから聞いた話があるんですよ。700円出してお釣りが来るジグ、そんなんで桜釣れんの、へって鼻で笑われたんですよ。これちょっとね、たくさんイラッとしたんですよね。まあそんなイライラしてっていう感じでもなかったんですけど、実際の話、まあせいぜい釣れてもアメマスくらいじゃないのっていう人もいるんですよ。でたくさん、今日全勢力を挙げて取りに行きます、サクラマス、これ取りに行きます。肘も肩もおかしいですけど、痛み止め飲んで万全の体制で全勢力を傾けて今日本海の方に向かおうとしてます。これを見てるっていうことは何らかのことがあったと思います。ぜひ最後までご視聴ください。そしてどういうふうに、どういうふうな結末を迎えたのか、ぜひ確認してみてください。頑張ってきます。じゃあ行ってきます。なんか来ましたね。そんなかな。結構まっすぐ引っかかってくるやつってホッケなんだ。で、まっすぐがかかるとこう横にこう走るんですよね。なんかまっすぐ来ますから、ホッケちゃんかな。でもね、ホッケ結構いい方が来るんですよ。ダブルでかかったらすごい何者来たかと思うぐらい大きいんですよね。あ、ホッケちゃんですね。これ投げて、焦燥、オンチにって説明してる間に、ホッケ、なんかかかりましたね。鳥山が、海が結構騒いでるんですよ。まだいますね。さあ、今度は、何でしょう。ホッケか。それとも本命でしょうか。うわぁ、すごいゴメの数ですね。朝まつめの時もすごい痛いんですよ。あ、なんかホッケっぽいですね。あ、ホッケです。あ、硬いですね。よいしょ。至近距離から来てきましたね。ホッケちゃんだ。着水したらすぐレールを返してエンジンに乗っています。軽いタッチで軽くリーディングします。止めたりなんですけど、また動かします。これの繰り返しです。難しいことはさほどないですね。うわ、
構ね、犬を追って、スティックがうろ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 してですね。ゆっくりゆっくりが肝です。あんまり早くやっても、ただ疲れるだけなんで。ゆっくりゆっくりか。ああ、今来ましたね。グリグリ巻きます。多分ホッケですね。表層を巻いてるんですけど、全然上まで浮き上がっちゃって、これすごいことになってるんですよ。どこ行った？よいしょ。巻きます、巻きます。グリグリ巻きます。ヒットマン恐るべしですね。これでもね、小さいやつは全部リリースしてるんですよ。それでもこれだけ釣れるんですからね、大したもんです。皆さん、これね、朝からずーっと使いっぱなしのヒットマンなんですよ。わかります？で、何が言いたいかっていうと、塗装なんですね。凹凸がついてる上にこう塗装するもんですから、多少こう傷がこうついたとしてもですね、全然へこたれないんですね。こう出っ張ってるとこは削れるんですけど、引っ込んでるとこは塗装そのまま残るんで、このまま使っても全然、ね、結構擦れてるでしょ。でもね、全然釣れるんですよ。これもヒットマンの秘密の一つですね。今日もですね、アトミックスライダーのサンゴ、これ巻いてきてるんですけども、全く問題ないですね。PE でなきゃいけないとかっていう規則はないわけであって、使いやすい方を使うっていうのはもうセオリーですね。すごく認識性がいい。で、風に強いんですよ。多少の横風吹かれても、たじろがないんですよね。これがまたいい出すんですよ。横風吹くと何かと当たり取れない時がすごく多いんですよね。でもこのアトミックスライダーだとすごいいいんですよ。すごいですね。そこに落とすともうワンキャスト、ワンヒットに近いですね。もうホッケの猛攻ですね。これ重いはずだ。あ、あれね。よいしょ。もう一つの針に、一つのジムに、よいしょ。2匹かかってたんですね。すごいですね。それもかなり量刑なんですよ。ほら、いいかかでしょ。ヒットマン、どこまで釣ってくれるんでしょう。これ、この画像やばくないですか。ほら、隣に赤ボッケでしょ。で、白ボッケちゃんがガー来て、で、サクラマスとサバ。いやー、すごいですね。いい方ですよ。ねえ、3マリ、4マリ近いんじゃないですかね。対抗もあるし、すごいいいホッケです。もうジグがね、そこまで落ちていかないですね。着水したらこう、数数えるんですけども、1、2、3、4って数えるんですけども、だいたい7か8ぐらいで、ここそこすごい深いところでね、18とか20とかに水深になるんですけど、7、8くらいで、もうそこに落ちていかないくらい、これ魚びっしりいますね。すごい感じです。それにも増して、ヒットマンが、ヒットマンでございます。うわぁ、大きい。肩すごいいいんですよ。オートリリースでございます。
君すごいね。これやばくないですか。いや表層で食ってきてるんですよね。いやびっくりびっくりびっくりちゃんです。今また一本上がりましたね。いや綺麗な魚体です。惚れ惚れしますね。ほらなかなかいいじゃないですか。いやそれにしてもヒットマンすごいですね。今日何なんだろう、ヒットマンデーですかね。いやいい感じです。ですね、サクラマスってカレーのね、夜中の方の白いところとかね、盛り上がりとかも綺麗なんですけど、サクラはサクラでやっぱり綺麗ですね。ここはホッケの豪快さがあって好きなんですよね。いや今日はすごいですね。もうヒットマンデーですね。だいぶ時間も経ってきたんですけど、今日はですね、痛み止めをちゃんと飲んできてますんで、まだまだいけますね。意外とね、このヒットマンゆっくり巻きがですね肝なんですよ。あんまりまた早く巻いちゃうと動きが良すぎっていうところもあるんで、ナチュラルに見せるんだったらゆっくり目が、ね、このくらいです。チュイッチョ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 っていう感じなんですね。でもカメラを回すとかからないという暗黙の了解なんですかね。そういう時はですね、いろいろこう棚を上の層、中層、下の層とかね、あとこうしゃくりも変えてみたりなんかして、いろいろやってみると今日の一パターン、あこれかみたいな感じですね。であと水面の状況ですね。 あそこに何か潮目できてるとか、あ今ごめんどこ行くのかなとか、いろいろこう情報的なものはいっぱい落ちてますんで、そこら辺は見逃さずに見てください。わかんないですね。近頃もね、日本海すごいんですよ。イワシ、カタクチイワシがわーっと寄ったでしょ。あれで一気に沖の方にいた魚がですね、一気に丘の方に攻め込んできてるのはもう確実ですね。でホッケもすごい大型が多いんですよ。ロウソクホッケみたいなやつはほとんどかかんないですね。で遊泳力の強い魚体の大きいものが入ってきてるということなんですね。でそのホッケの中にこう混ざってサクラマスが泳ぎ回ってるんですね。もうちょっと頑張りますね。遊歩道の休憩所です。いやホッケとマスがね重くて体力の限界、敵な、このメジャクラのバッグにもパンパン、そしてマスとホッケのビーク、いやきつい。
もうちょっとで車なんですけどね、なかなか遠いですね。はい、指がもげそうです。ヒットマンでの釣りすぎに注意しましょう。はい、お疲れ様でございます。ですね、釣果の方は数えてみたらですね、桜マスがちょうど10本2桁ですね。で、ホッケがですね、無数状態ですね、30以上は取れてると思います。で、前回にも増して、すごい型が良かったんですね。赤ボッケも混じってました。非常に身のある釣果だったのではないかなと。特にジグ、藤原のヒットマン、このですね、した高さ、それから強さ、目の当たりにしましたね。で、公表してない部分の秘密が結構ありますね。はい、また追ってですね、レポートしたいなというふうに思っています。はい、とりあえず釣れました。桜開花でございます。じゃあ楽しい釣りを。